どうも、ハイチです。今日は7月7日。7じゃねえ。7日ですね。ってことは七夕です。だから、七夕にちなんでない話をしていきます。これ全く七夕関係ないんですけど。今日はですね、心理テストをちょっと紹介したいと思っております。で、その心理テストを紹介して、そっから、ある話をみんなにちょっと伝えたいことがあって、まあ、そっちが本命なんですけど、でもせっかくなんで心理テストをね、ちょっとみんなもぜひやってもらえたらと思います。はい、ということで、これ文章だけだとちょっとわかりにくいと思うので、口で説明しますね。今恋人がいる方、ね、リア充の方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとその大好きな彼氏彼女のことを置いといてもらっていいですか？ちょっとフリーになって考えてください。で、じゃあ彼氏が欲しい、彼女が欲しい、素敵な出会いをしたいって時に、3つみんながポイントを選べるとします。例えば、ざっくり言うんだったら、優しい人とか、楽しい人とか、わかんないよ。その3つ挙げてください。で、できれば今ざっくり言いましたけど、ちょっと具体的な方がいいです。できれば。それはまあみんなのさじ加減で任せるんですけど、動画止めていただいて構わないので、3つですね、みんなが大事にしたいポイント挙げてください。はい、ということで、じゃあ3つ挙げてもらったと思います。で、そしたらですね、3つ挙げてもらいました。検索をかけました。その時に、そのね、3つの項目をもう完璧に満たす。もうみんなから見て、やばい。完璧に満たす二人が現れました。じゃあ、最後にその二人をふるいにかけたい、選びたいので、3項目プラス1、もう一項目、選んでいいよと。まあ、項目上げていいよ。三つあるんでね。もう満たしてるから。もう一項目、付け加えてください。自分にとって大事なポイントを。よろしくお願いします。どうぞ。どうでしょうか？上がったかな？四つ目上がりましたね。で、この心理テスト何かっていうと、これね、自分が大学生の時に、その友達にされた心理テストなんですよ。だから、ごめん、情報源全然知らないんで、本当は、なんか、パチモンというか、全然ダメな心理テストだったらごめんね。申し訳ないんですけど。でも何かっていうと、その自分にとって、今、全部で四つ大事なポイントを上げたじゃないですか。異性を見るとき、選ぶときにね。で、その時に、一番最後に選んだ四つ目のポイントが、一番自分にとって、みんなにとってね、自分にとって一番大事なポイントなんだって。そう。前の三つも大事なんだけど、それよりも全然レベルが違うと。一番最後を満たしてくれる人が一番本当は自分の大事なポイントだと。選んだのは最後なんだけどね。そう。っていうの。これ心理テストらしいです。で、なんでこれをね、今回伝えたかっていうと、これ自分が大学、まあ、多分ね、2年生とかかな、20歳ぐらいの時に、されたんですけど、その時に自分が言った答え、これね、前の3つ覚えてないんですけど、最後の1個は今でも覚えていて、これがね、絶対的に自分の味方でいてくれる人っていうのを挙げたんです。そう、忘れもしない。そうで、このからちょっと話を派生したいとこがあるんですけど、こっちが本命ね、本当はね。ここで切ってもらっても構わないけどさ、もともと自分はうつ病だったこともあって、まあみんなもね、否定されることが好きな人はあんまいないと思うけど、まあ否定されるのがすごく苦手でさ、こう、例えば自分がやろうと思ったことを応援してほしいとか、認めてほしいっていう気持ちが、多分人よりも強かったんですよ。そう。だからその答えに行き着いたの。やっぱり好きな人ぐらい、彼女ぐらいは味方でいてほしいなっていう気持ちがすごく強い人だったのね。で、もちろん今でもその気持ちはあるんですけど、でも、それが二十歳の時だから、干支が一回りしましたね。もう32になって、今はちょっとずれてるというか、そっから変わってるんですよ。で、そのずれた経緯というか、そこをちょっと伝えたくって。で、なんでかっていうと、自分の元には、まあ、毎日ね、まあ、勉強の相談もありますけど、例えば友達関係、家族関係、恋人関係とかね、まあ、いじめのこととか、いろんな相談のメールをね、いただくわけです。で、その中で、やっぱり、こう、今言った、味方でいてほしいっていう。自分に、俺にね、ハイチに味方になってほしい。だから話聞いてよ。認めてよ。相談、そしてと、なんだろう、話を聞いて、それでいいんだよ。頑張ってねって言ってよ。っていうのを、まあ、もちろんそれダイレクトで、味方っていう言葉を使ってくる方もいらっしゃいますし、こう、まあ、ニュアンスとしてね、含んでる方もいらっしゃって、で、まあ、それをね、感じると。で、まあ、似てるなって、自分と似てるなと思いながら見るんですけど、で、ちょっとね、ちょっと違う角度の視点をぜひ皆さんにこう伝えておきたいことがあるんですけど、これからね、今実際将来の夢がある方、ね、ない方いらっしゃるんですけど、いらっしゃると思うんですけど、夢がさ、できた時って、こう、まあ、人に言う場面が出てきますよね、もちろん。まあ、親なのか、先生なのか。で、友達に夢を言って、友達にそんなさ、ガンガン否定されることってそんなないと思うんですけど、もしかしたら。まあ、あるかな？わかんないけど。でも親とかさ、
まあ、みんなから言う大人っていう人には、まあ、出てきますよね。え？みたいな。渋い顔されるみたいな。でそうするとさ、は、なんなんて、こっちが一生懸命さ、勇気出して言ったのに否定の意味わかんないんだけど、とかって思う時がきっとある。そう、あるんだけど。でも、これから先ね、みんなが、まあ、進学して、まだ学生のうちはそんなないけど、まあ、でもバイトしたりとかさ、大学になって、まあ、高校でもバイトするか。バイトしたりとか、まあ、社会に出て仕事をするって。で、いろんな人に出会う、これから。いろんな人にね。で、学校だったら、まあ、先輩後輩はあるけど、それでもやっぱり同級生とのつながりが大きいでしょ。でも、社会に出たらそうじゃなくって、すごく年上と、で、だんだん先輩になっていけば、年下との付き合いが出てくる。年の違う人ともね。で、その時に、やっぱり価値観がずれてくるから、否定される。まあ、否定って言葉はあえて使うけどさ。否定される場面が出てくるわけ。でも、その時に、やっぱりね、これちょっと前にも似た話をしてるけど、思いやりのある否定っていうのは、ちゃんと受け止めなきゃいけない。そう。味方っていうのは、全部を認めてくれる人が味方ではないんだよね。そう、これは、俺があれから12年経って行き着いた答えなんだけど、そう。否定される、そこに愛情があって否定してくれる人っていうのは、それが味方だよ。何でもかんでも、いいよ、頑張れ、いいよ、いいよって。根拠もなしに言ってる。もちろん根拠がなくても、そこにまあ裏付けというか、何かがあるならいいんだよ。相手のことを思って本当に、頑張れ、いいよ、応援してるぜって言ってくれる人はいいんだけど、そうじゃない人もいるからね。言い方悪いけど、イエスマンですね。ただ単に、はいはいって言ってる。いいよ、いいよ、オッケー、オッケーって。オッケーマンですよね。っていう人もたくさんいるから、全く考えてないっていう。だからこそ、みんなにとって味方っていうのを、まあ、味方って言った方がいいじゃないですか。みんなってね、周りが全部敵なんて人生よりは、多少は味方がいた方がいいでしょ。で、その味方、まあ、味方って言ってるけど、みんなにとって親友でもいいしね、まあ、家族でもいいんだけど、その人を見るときに、否定されたら、そこを、って、下打ちをする前にね、まあ、してもいいけどさ、してもいいけど、そこで、なんでこの人は否定してるんだろうって、こう思ったんだろうっていうところを、ちょっと、イラッとしてる自分からちょっと視点を変えてね、まあ、第三者目線とかって言うんですけど、違う視点からなんでだろうって冷静に見る自分を常に持っててほしい。そうなんです。しつこいけど、味方っていうのは常に、うん、いいよって応援してくれる人が全て、もちろんそういう人でもすごい素敵な人はたくさんいらっしゃるけど、そうだけじゃないっていうのは、本当にいろんな人に出会うと思うよ。これから。きっと思う、みんなも。学生の時はそんな感じなかったけど、社会に出ると、まあ、一般企業で働いてたからさ、いるよ。本当に。本当にいるから。お前なんだよみたいな。そう。人はたくさんいる。人っていうのは、真っ白じゃないから心。汚い部分は絶対に持ってる。と思ってるタイプなの。俺自身もそうだし、ごめんね、みんなも巻き込むけど、みんなにも絶対ある。その闇の部分っていうのは。でも、どこを出すか。っていうのは自分で選べるよね。そう。で、闇ばっかりの部分を出す人もたくさんいらっしゃるので、だからこそみんなにもそういう人がいるんだよってことも分かってほしいし、でも否定するというか、そのね、ちょっとこうみんなの心を切ってくる、シャキって切ってくる人の中にも、その切り口にはすごい愛情が詰まってるって人もたくさんいるので、その見方っていうものの価値観をね、少しずつ変えてってほしいなと。で、もうすでにね、そういう価値観を持ってる方もたくさんいらっしゃると思うの。学生の中にもいると思ってる。でも、まあ、もらってるメールを見る限り、認めてって。ね、いいって言ってよみたいな感じの、すごいそういう感じもね、方もやっぱりいらっしゃるので、まあ、自分普通にメールで否定しちゃうからさ、結構。それは違うよって言っちゃうこともたくさんあるんだよね。で、それで、ね、返信の送るじゃん。送った後に、は、なんなんマジお前死ねよみたいなこと返ってくるともあるんだよ、実際。でも、それはそれでいいと思うの。その子がそう感じてるだけだから。でも俺は気持ちを偽って、例えばダメだと思ってるのにダメ、あと大丈夫だよっていうことはできないし、それはネットの関係でも俺はできないの、それが。そうだから、まあここで、まあこれが話すじゃなかったけど、まあこれからね、相談メール、まあ送ってくれる方もいらっしゃるかもしれないんですよ。で、全員には返せないので一部しか返せてないですけど、みんなが望んでる答えを必ず送るわけではないからね、俺も。そうだから、まあそこは許してください。ただ送った言葉は基本的に全部本心で送らせてもらいます。それが俺のやり方だから、っていうことも伝えたいし、まあみんながこれから出会う人の中でいろんな人がいると思うんですけど、みんなにとって本当にね、心が許せる、信じれる味方っていう人を見極めていってほしいなと思います。それは恋人でも、社会に出てのその友人関係、仕事仲間でもいいけどね。
いいんですけど、ぜひぜひ、人との出会いっていうのは自分のその人生をどれだけ華やかにできるか、どれだけ充実した、充実したものにできるかっていうすごく大事な要素なので、しっかり人を見て、みんなもね、楽しい人生を送ってください。ね、七夕全然関係ないでしょ。でもね、どうしてもね、ちょっとね、話したかった。今週もちょっと話したかったんで、ね、話させていただきました。ということで、ちょっと長くなりましたけど、最後までね、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。